はい、それでは盆栽キャッスルズということですね。今回のテーマはですね、天守閣の構造について注目してやっていきたいと思います。で、今までですね、天守閣の構造って正直あまり注目してこなかったんですよね。どちらかというと、そのお城全体的な形とか位置とか、まあそういったところに関して主にですね見てたんですけども、どうやら調べるとですね、天守閣にも構造があるようでして、まあ、大きく分けて4つあるみたいなんですけども、その中でも今回は連結式と連立式というですね、2つの形について注目してやっていきたいと思います。で、まずなんですけども、連結式は天守閣と櫓を、まあ、なんて言ったんですかね、土台でつないで作られたような構造になってまして、まあ、おおむね横1本といいますか、縦1本といいますか、こう一直線に並んでいるような形状になっているようですね。で、次は連立式なんですけども、天守閣と櫓2基以上をつないでですね作った形のようで、よくある形としては四角形になるように配置した形のようです。少しマス型小口と言ってもいいのかなというような構造になっているようですね。で、今回はですね、その2つの構造について、同じ数の鉄砲で守った際にどちらがですね優れた防衛力を発揮するのかということを見ていきたいと思います。で、まずは連結式からやっていきたいと思います。まあ、こんな感じで本当にね、まあ、天守だけしかないんですけども、連結式の天守閣を作ってみました。で、敵ユニットとしてはちょっとですね、お任せ編成にするとさすがに苦しすぎるので、まあ一番雑魚いですね、スライムだけで攻撃を行っていきたいと思います。数は999、時間は無制限でいきたいと思います。さあ、それではですね、敵の進行が開始しました。まあ、まず間違いなくですね、落城は免れないとは思うんですよね。この数をさすがに鉄砲タレットだけで守るっていうのはちょっと厳しいと思うので、今回ですね、あくまでもこの天守閣の形だけに注目したかったので、お城の防衛機構っていうのはですね、一切こだわって作っていません。なので、単純に火力でどれぐらいね倒せるか、まあどれぐらい火力を効率よく運用できるかっていうところが勝敗、まあ負けるのは確実なんですけども、そう、まあどれぐらいの敵を倒せるのかっていうキーポイントになってくると思うんですが、どうですかね。これは結構まだね、50ちょっとぐらいしか倒してないのに結構削られ始めちゃいましたね。このままいくと、まあ割とどれぐらいまでいくかな、200ぐらいは敵倒せるのかな。それぐらいでおそらくですね、あの落城するんじゃないかという予想ではあるんですけども、はい、割とガンガン攻め込まれちゃってますね。後ろから回ってくるやつらもちらほらいるのでちょっと厄介なんですが、さあどれぐらい減らせるんでしょうか。もう半分切って3分の1ぐらいまで来ちゃいましたね。このままの比率で言うと150ぐらいで終わっちゃうのかなという感じがしますね。まあこれがまずですね、基準として連結式になるかと思います。はい、で、あとはですね、この後連立式やってみて、まあ実際比べてみようとは思うんですが、想像以上に守れないですね。やっぱり天守だけで守るのね、厳しいですね。限界がありますよね。はい、ということで防衛失敗ですね。824なので敵の撃破数は175になりました。じゃあこれと、あとですね、連立式を比べていきたいと思います。はい、それではですね、連結式の天守閣を連立式の天守閣に作り変えていきたいと思います。まあこの連立式ってどちらかというとこう大きいお城に多かったんじゃないのかなというような気はするんですよね。有名なところで言うと姫路城と松山城がそうだったようなんですけども、割とね、こうそのものの構造が場所も取りますし、やっぱり櫓をいっぱい作るってことはそれなりに大きいお城じゃないとおそらく収容しきれないと思うんですよね。まあもちろんですね、ちっちゃく作るってのも可能だとは思うんですけど、あんまりちっちゃく作ったら意味もないような気がするので、はい、となると、こちらの方がおそらく火力を集中的に運用できるんじゃないかというような予想ではあるんですよね。まあもちろん鉄砲のタレット数は同じでいくので総火力としては同じなんですよね。ただ櫓の数が増えてくるのでいろんな方向から敵を撃つことができるんで、まあ単純にこっちの方が強いんじゃないかなというような予想になってます。はい、まあただですね、あまり贔屓せずに、まあ、なるべくですね真面目に作っていきたいと思います。まあ四角形なので天守閣ね、こうは一番奥に作ろうかな。あんまり手前に作っちゃうと意味がない気がするので、で、そこから3つの櫓をつなぐように盛り土をしていきます。はい、ということでですね、まあだいたいこんな感じの位置関係でいきたいと思います。まあもちろんこの天守閣って防衛機構の一つなので、この何て言ったらいいんですかね、それだけで防衛をするぞというよりかは、まあ
お城の全体的な形だったり、他の櫓とのこの連携っていうのもね、あるとは思うので、今回これ見てるのってあくまでもね、この、本当に本丸の天守閣だけなので、まあちょっとですね、検証としては怪しいような気もするんですけども、まあ細かいことはですね、気にせずに行きましょう。ということで、大体全体的な規模感としてはこんな感じで行きたいと思います。で、あとは四隅に櫓を設置して、まあ、数的にはこんな感じの作りですかね。はい。で、櫓と櫓を多門櫓でね、こう連結したいと思うんですけども、この櫓自体も鉄砲配置できるんですが、今回ですね、この多門櫓は完全に通路というか、見栄え重視のものになるので、一切ですね、火器は配置しないでおきます。まあ、単純にただの飾りです。櫓はそのままね、ポツンと置いておくと、ちょっと、ね、なんて言ったらいいんだろう。ダサいんですよね。なので、はい。これは飾りで置いときましょう。で、天守閣に入るために、まあ、どうだろう。このままだとちょっと高さが高くなっちゃってるので、少しですね、階段をつけて、ここを通って天守閣に攻め込めるような感じで行きたいと思います。まあ、なので、この階段を後で作るんですけど、そう、この階段登ってる間も攻撃を受けるという感じですかね。はい。あ、割とかっこいいな。なんか、まあ、江戸時代のなんかお城っていう感じがしますよね。あとちょっとですね、全体的に大きさというか見栄えを重視させるために、櫓の位置を若干まあ変更したり、あとはですね、この周り石垣で囲ったりして、いきたいと思います。まあ、この石垣多分全く防衛には意味がないので、まあ、本当にただの飾りですね。はい。ということでですね、一人称視点で見るとこんな感じになります。ここで結構ね、いい感じのキルゾーンが設定できてるような気がするので、なかなかこれ強そうですよね。ここの入り口にちょっと今日はですね、この矢倉門破ってる間って攻撃が受けなかったんで、ちょっとね、不利というか条件変わっちゃうので、矢倉門は撤去しておきたいと思います。さて、それではですね、完成したので攻撃の方を見ていきましょう。敵の編成さっきと全く同じ編成でやっているので、まあ単純にですね、この防衛機構の差でどれぐらいの損害が与えられるか見ていきましょう。今のところなんかすごくいい感じに見えますね。まだこの四角形のね、なんか敵の侵入許していないので、で、まあ、ただ、さすがに押されてきたかなっていう感じはしますね。まあ、だんだんとね、こう、天守閣に近づいてくるというか、じりじりと押されてきてはいるとは思うんですが、まあ、割といいんじゃないですかね。さすがにね、これで守りきれるってことはゼロだと思うんですけど、まあ、それでもかなりね、大きな損害与えられるんじゃないのかという、気はしますね。この階段もね、登ってる間、後ろから撃たれるので、おー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 。これあれかもしれないですね。エンドレスモードでやるとき、まあでもあれか。これだと、天守に攻撃入っちゃうから、今回ね、飛び道具のユニット一切入れてないので、そう。まあ、本当に、天守に向かって突撃してくる敵をどれぐらい倒せるかっていうような戦いになってるんですが、まあ、あまりこれエンドレスモードでは使えないような気はしますね。結局、天守の方に集中砲火浴びて、負けちゃう気がするので、まあ、単純にこのね、昔からあるお城の、まあ、検証というか、で、やっていこうかなと思います。はい。ということで、さっきの数は、もう超えたんじゃないですかね。確かね、170ぐらいだから、結構、やっぱりこっちの方が、割と強い作りなのかもしれないですね。いろんなところに櫓を配置する分、いろんなところから撃てるから、死角がね、ないのかななんて思いながら、見てるわけなんですが、まあ、ただやっぱり結構苦しいですね。あと5分の1ぐらいになってきたので、もうそろそろ落城はしてしまいそうなんですが、まあやっぱりこっちの方が結果としては優秀そうですね。700いけるかな。200体は倒しましたね。200体倒して、あとまあどこまで伸ばせるか、もうダメです。ああ、終わった。はい、ということで敵の撃破数211になりますね。はい、はい、それでは結果発表です。連結式の天守閣は敵の撃破数が175、連立式は211ということで、連立式の方が、勝利となりました。まあ、やっぱり、なんとなく予想通りの結果ではあったかなとは思うんですが、はい。ではですね、最後にですね、ちょっとおまけとして、独立型だったかな？そう、天守閣だけがポツンとですね、あるような状態で、で、矢倉とか天守閣には鉄砲を入れずに、この本丸内に鉄砲を散りばめた場合にどれぐらい効果があるのかっていうのをですね、こうおまけとしてやっていきたいと思います。さて、これはどうですかね。まあ予想としてはですね、一番しょぼくあってほしいですよね。連結式、連立式の、この、なんて言うんだろう、構造よりも、このただ天守閣を置いて鉄砲を適当に置いただけの、
このね、なんとも言えない本丸がかなりの防衛力を発揮してしまったら、まあ、それはそれでね、面白いかと思うんですけども、なんかね、頑張って作ったのが報われないので、できればね、早急に落城していただきたいんですが、どうだろう、割となんかいい感じで守れちゃってますよね。鉄砲ですね、さっき、まあ、どこ置こうかなと思ったんですけど、この縄文から入ってくる敵を左右からですね、この挟み撃ちにできるような感じで置いたら強いかななんて思って置いたんですけど、まあ、そしたらやっぱり なんとなく、いい感じになってますね。まあ、ただもう HP ね、こう半分ぐらいになってきてるので、落城はしそうなんですが、なんかちょっと、このまま行くと、連結式よりもいい結果出ちゃうんじゃないのかななんて、ちょっと予感がしているんですが、まあどうでしょうか。割と、でもあれかな、このままね、はい。もう早急にね、落城していただいて、800、今50切ってきたので150ぐらいですね。さっき175でしたっけね。連結式の、天守閣は。なので、今170、おっと、100、超えちゃったんじゃないですか？まさかですね。はい。ということで、敵の撃破数182なので、まあ、これはこれで、なんか、まあまあな気がしますね。まあ、なので、そうですね。天守閣の構造、そんなに大きな差は生まないということで、いいと思います。はい。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。